まさかの神様でございますが、雨も上がり、風も、弱くなってきたんですけども、台風一過みたいな形でとても暑くなっておりますので、会場の皆様、水分と塩分を取りながら、熱中症に注意しながら、ご覧いただきたいと思います。それでは月曜翼塾の皆さん、よろしくお願いいたします。ご来場の皆さん、こんにちは。八千代市からやってまいりました、よさこい八千代翼塾でございます。晴れやかな空、元気いっぱい演舞しますので、ご声援よろしくお願いします。それでは参ります。暁空を龍が舞い、静かなる海を鯱が舞い、地上では八千代翼塾が可憐に舞い踊る。せーの、えいやー、心に秘めて、いにしえより立ち向かってきたひどい不幸の力、海まで。暗闇から日の出を迎える少し前、天空を赤々と染める空、それが暁。それはまるで八千代翼塾の熱き魂のよう、遥か高く舞い上がる竜の奇跡、深海に染む魂、届けるシャチの歌声、風に舞う花びらのように優雅に舞い踊る。闇を切り裂く一筋の光、希望を灯す優雅に力強く舞い踊れ。翼塾の熱き魂を翼に乗せ、暁の空に天高く舞い上がれ。さあ、会場の皆さんも手拍子をお願いします。海は渡るシャチのごとく、湧き上がる命燃やし、花を咲かせ舞い上がれ。うつつ彩る炎よ、恵みもたらす息吹を、曇りなき言葉を抱く踊れ翼塾。湧き上がる命燃やし、花を咲かせ舞い上がれ。美しい彩る炎よ、恵みもたらす息吹よ、曇りなき言葉を抱く踊れ翼塾。
5000円ありがとうございました。